こんにちは、こんばんは、さくやです。ということで今日はね、ちょっとカメラのマイク変えてみたんですけど、いかがでしょうか。ちょっとワイヤレスマイク本体だけで喋ってみてます。ということで、今日も今日撮ってレビューしていくんですけど、今日はね、簡単に扱える USB マイク2本いただいたので、ちょっとレビューしていこうと思います。それがこちら。じゃじゃん！モマン EMP と EMR。はい、ということで今回ね、こちら USB マイクを2台レビューしていくんですけど、ちょっとね、個人的にこういう使い方がしたいっていうのがあって、先にねそこを軽くお話ししようと思うんですけど、まずこちらのモマン EMP、 これね最近発売されたばかりの USB マイクになるんですけど、僕普段の作業ってノートパソコンを使ってね、家のいろんなとこで作業する率高いんですよ。で、仕事のね通話の時とかも、まあ、そのままノートパソコンで喋ったりしてるんですけど、やっぱりねそういう時でも日頃ねマイクとかにこだわってるので、ノート PC の時でも使えるねマイクないかなと思ってたので、ちょっとねそういう使い方してみたいと思います。で、前評判見たらマイク音質とかもすごくねいいみたいなので、まあ、ゲーム実況とかでも使えるかどうかっていうところも含めてねレビューしていきたいと思います。ちなみに現在の価格、 Amazon 価格で5599円になります。で、もう一つ、はい、こちらのね EMR の方は見てもらった通り足がね三脚になってるので、今後ね僕車中泊動画とか出そうと思ってるので、そういう時とかに旅と一緒にね持ち運べるマイクとしてどうかっていうところを見ていきたいと思います。まあ、それ以外にもね音質とかもチェックしていく予定なので、まあ、そのあたり含めて見ていきたいと思います。それでは早速開封していきましょう。ということで、まず EMP の方から開けてきます。パカ、よいしょ、おー、じゃん、はい、こんな感じで入ってます。左がマイク本体で説明書で、これがケーブルで、その下がスタンドですね。ちょっと組み立ててみます。で、ちなみにちょっと今マイク持ったんですけど、めちゃくちゃ軽いですね。正直ちょっと僕が今まで使ってきたマイクの中でダントツで軽いです。まずここにこれを、よいしょ、はい、こんな感じでやって、で、その上に、はい、これで装着完了。そしてケーブルはタイプ C、タイプ C のものと、まあ、USB A とタイプ C のもの2つがあるので、好きな方を使いましょう。ということで接続してみました。めちゃくちゃ簡単、1分くらいで終わりました。で、すでにちょっとパソコンつなげてるんですけど、もうねお気づきだと思うんですけど、これ喋るとマイク本体のねランプが点灯して、まあ今喋ってる声拾ってますよっていうのがね表示されるようになってます。で、見た目に関しては個人的に結構好きな見た目で、まあ、高級感とかはないんですけど、まあ、全体的にブラックでね統一されてて、主張が激しい感じでもないので、まあ、机のね上とかにスッと置いててもあまりね目立たなくて、すごく好印象です。で、サイズ感なんですけど、まあ、ちょうどスタンドを含めないと iPhone12 Pro と同じくらいの大きさになってます。なんでかなりね小さいマイクですね。そしてスタンドに関してもかなりねサイズ感小さめになってるので、机の上の幅をあんまり取らなそうなところもいいかなと思いました。ただちょっとサイズが小さいとねぐらつきとか心配があったんですけど、今こんな感じで揺らしてみてもマイク本体の方はね全然ぐらついたりもしないので、まあ、小さいけどしっかりした作りになってるかなと思いました。で、あとここが自由運台になってるので、まあ、こんな感じで傾けたりね、後ろの方に下げてとか前の方に下げてみたいなこともできます。じゃあちょっと早速ですけど喋ってみましょうか。で、ちょっと今からね声取ってくんですけど、ここにねあのモニタリング用の穴が開いてるんで、まあ、ここにイヤホンとか挿せば自分のね今喋ってる音とかも聞くことができます。なんでちょっとここにねイヤホン挿してやってみようかなと思います。テストテスト、ただいまマイクのテスト中。こちらモマン EMP。 テストテスト、ただいまマイクのテスト中。こちらモマン EMP。 ということで、ちょっと今ね自分の声聞きながら喋ってるんですけど、結構いい音じゃないですか。まあ、少しだけちょっとこもってるような感じもしなくもないですけど、全体的にすごくクリアな音になってると思いますし、あとやっぱねコスパに優れてるマイクにありがちなんですけど、ノイズが乗るっていうところ、そこが結構心配なんですけど、今聞いてる感じはねノイズとかも少なくて、かなり綺麗に音は取れてるんじゃないかなと思います。
低音とかもなんかボンボンしてる感じでもないし、かといって高音の方もねキンキンしてる感じでもないので、かなりねバランス感のいい音になってる気がします。まあ悪く言うとあんまり特徴のある感じの音ではないんですけど、普段使いとかあとまあ実況とかで自分の声をねあんまり偏りのある声にしたくないっていう人にはかなり使い勝手のいいマイクになるんじゃないかなと思います。あとこのマイクなんですけど、普通にこうスマホとね接続してスマホの方の録音とかでも使えるみたいなので、日頃ねスマホゲーとかやってる人にもいいんじゃないかなと思いました。あ、ちなみにこれミュートボタン、今これマイク本体の上側のところにマイクのねミュートボタンがあって、そこをワンタップするとさっきからね緑色に光ってるところが赤くなってマイクミュートしてますよっていう表示になりました。なのでこの価格帯で、まあ、綺麗に音も取れてるし、サイズ感もすごく小さいし、あとまあマイクミュートボタンがあるっていうところも踏まえて通話とかでも便利そうですし、まあ、ゲーム実況なんかでも使えそうなので、入門用マイクとしてはかなり使い勝手いい部類に入るんじゃないかなと思います。ということで次はですねモマン EMR の方をちょっと見ていきたいと思います。ということで、こちらねモマン EMR の方も接続してみました。でこっちもめちゃくちゃ接続は簡単で、このねこの三脚がついてるので、はい、これで完成です。こんな感じで、マイクサイズはやっぱりね先ほどの EMP と比べると少し大きめではあるんですが、その分ねマイクの音質なども上がっているんじゃないかなと個人的に思ってます。であと違う点とすれば、ここね、まあ、ここでマイクの、まあ、ここのつまみで録音音量のね調節ができたり、あと下のダイヤル、ここで、まあ、自分の声とか他人の声の音のバランスっていうのを変えることができます。あとマイクの角度についてもこんな感じで変えることができるので、まあ、こんな感じで机に置いて自分のね声一番拾いやすいところを調整するっていうのも、まあ、簡単にできるのかなと思いました。でただちょっとね一個だけここで不満点があるとすれば、このマイクに至ってはこれマイクのねミュートボタンがないんですよ。それがちょっと残念かな。やっぱさっきのマイクはマイクミュートボタンがついてたのに対してこっちはねついてないので、まあ、マイクミュートする場合はこの上のつまみをねマイクの音ゼロにして、まあ、マイクの音拾わないようにするっていう、まあ、方法も一応あるんですが、まあ、毎回やるのは正直ちょっとめんどくさいし、元のね一番いい音の設定見つけた後にあんまりやっぱダイヤルっていじりたくない部分ではあると思うので、まあ、そこはちょっとね残念なポイントかなと思います、まあ、ということでちょっと音の方もねチェックしてみたいと思います。テストテスト、ただいまマイクのテスト中、こちらモマン EMR。 テストテスト、ただいまマイクのテスト中、こちらモマン EMR。 ということでちょっと早速マイクつなげて喋ってみてますけど、個人的にさっきの EMP より音はねいいかなって感じました。まあ、純粋にマイクのサイズが少しね大きくなってるところもあってか、音もね先ほどよりもクリアな感じがしますし、もちろんノイズなんかもないので、マイク音質だけで言うとこちらの方が音はねクリアなのかなと思いました。テス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 、うん、そうですね、やっぱりこっちの方が音自体はすごくクリアなのかなと思います。あとこれ今気がついたんですけど、まあ、ちょっとこうポップガード、マイクのねポップとかバーッとかちょっと強い音を喋った時とかにマイクがねそれを拾っちゃって結構こう不快な音になっちゃうっていうのがあるんですけど、ポップガードがないから、まあ、後々それ買わないといけないかなと思ったんですけど、これよく見るとねマイク本体のところにこうスポンジが最初からついてるみたいな感じになってるので、この点ねマイクだけ買っちゃえば、まあ、すぐにつなげて使うことができるっていう点もね改めていいかなと思いましたっていう感じかな。でちなみにこれ今ちょっと持って喋ってるんですけど、マイクを、まあ、やっぱり三脚がついてるっていうところも含めて、まあ、持ちやすいですし、 iPhone とかとのね接続してもいろんなデバイスのね切り替えっていうのもやりやすそうだなと思いました、まあ、ただやっぱ三脚なのでちょっとねやっぱ先ほどのスタンドと比べると安定性っていうところはスタンドに劣る部分もあるのかなっていうのと、あとマイクがこうちょっと縦に長いタイプなので、マイクアームとかをもし使って運用するのであれば EMP の方が良さそうだなっていうところはあります。なので、まあ、こっちの EMR に関しては音はいいけど、まあ、ちょっとサイズ感大きめになった分、まあ、マイクアームとかそのあたりの使い勝手は悪そうだなっていう風に感じました。あとマイクのミュートボタンがないのがね個人的にちょっとマイナスポイントかなと思います。以上です。ということで今回はねモマン EMP そして EMR のマイクレビューでした。
まあ、どっちもねすごくコスパに優れてる製品で、まあ、手の出しやすい価格帯のマイクなのかなと思うんですけど、まあ、どっちか一つおすすめするのであれば、まあ、こちらのね新しく出たモマン EMP の方が使い勝手はいいのかなと思いました。まあ、値段も安いっていうところもあるんですけど、サイズ感もね iPhone と同じくらいのサイズっていうので、まあ、机の上に置いても全然ね邪魔にならないっていうのだったり、まあ、純粋にマイクアームとかとも相性がいい点、あとマイク本体にねマイクミュートボタンもついてて、手元でねマイクの操作が行えるっていうのもすごく魅力的な部分かなと思いました。まあ、なので、まあ、今だとやっぱ Zoom 会議とかでね日頃からマイクノートパソコンにね挿して使ったりもすると思いますし、あとまあゲーム実況なんかで気軽に扱えるっていう点含めても、まあ、こちらの方がね魅力的かなと思います。でこちらのやっぱ EMR は、まあ、見た目は正直僕こっちの方が好きなんですけど、音も良かったしね。ただちょっと形がやっぱり特徴的なので、まあ、日常使いっていう部分含めるとどうしてもやっぱ EMP の方に軍配が上がってしまうかなと思います。でミュートボタンがないのもちょっとね残念な部分ではあるんですけど、まあ、その代わりマイクのね録音音量を変えたりとか音のねバランスを手元で操作できるっていう部分は、まあ、こちら使い勝手がいいので、まあ、最終的にはね、まあ、自分の用途に合わせて買った方がいいですよっていう感じではあるんですが、やっぱりね EMP の方が使い勝手がいい気がしました。ということで今回紹介した製品のね詳細情報概要欄に載せておくのでぜひチェックしてみてください。それでは今後もねゲーマーに役立つデバイスレビューなんかをやっていくので、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さくやでした。ここまで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録ボタンと高評価ボタンをポチッと押してくれるとすごく嬉しいです。他にもおすすめ動画や最新動画が載ってると思うのでぜひチェックしていってください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さくやでした。